どうですか、このまま僕と一緒に2人でのそのなんというかその逃避行的なものってのはどうかしら。え、でも私そんなこと言われたら今日は僕と一緒に旅をしよう。どうも皆さんこんばんは、ゆうこくロベルです。よろしくお願いいたします。では行きます。まず一発目どこに行くか。すんって、おあ、もう愛媛補聴器センター来た。愛媛来た。愛媛ヒントが早いです。で松山って書いてあるからだいぶ松山寄りなんじゃないのか。0898、何このボーナスステージ。あー怖い。あー見せないで。あーその文字を見せないで。こっち側らへん、ビルのちょっとここら辺側にしとく。ここら辺側にしとくか。はい、てててててんてんてて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 てんてててててんてんてんてててん。すまんな、ジオゲッサにハマってて。ほい、あ、終わった。終わった。絶対俺こっちに進むべきじゃ。うー日本かこれ、ほんまに。原の摩周会館、北海道か。じゃあ摩周ってやつ、俺摩周湖しかわかんねえぞ。いやまあでもこの感じ、でもこの感じは北海道だって言ってる。確かにとちょっと様子は変わった。俺どっから来たのこれ。いやでこれ俺めっちゃカーブした覚えあるもん。いや俺めっちゃカーブした覚えある。オッケーオッケー。ってことは、あーみんな長い。みんなここのどっかです。1、2、3、4、5。え、ガチでここ臭くね。ガチ、え、ガチでここいい線いってない。ちょっといきます。ゲス。まあ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 これは許してほしいよな。 100m 以内なら OK でしょう。じゃあ次いきます。もう都心に返してくれ俺を。道が進む、もう絶対無理。もうここ絶対無理だ。でも割といい位置だと思うけどな、ここ。ゲス。いやこれ 2m はすごい。もう勘弁してくれ。もうやだ、都会に行きたい。もう勘弁して。